こんにちは。阪急道場、弓矢さんです。今日は本郷三丁目交差点手前から本郷三丁目駅まで行ってみたいと思います。皆様、本郷はご存知ですか本郷と言ったら東京大学。はい、私の右手側は東京大学の本郷キャンパスがあります。実はここ 高台なんですよこのあたりは海抜2 5ルぐらいありましてこの道をまっすぐ行くとあの東京ドームがあるんですが東京ドームの海抜は実は8メートル程度なんですね、はい、その差1 7ル結構すごいですよね、はい、この先はね実は急な坂道になってます。はいと この資料はですね。実は息子が小学校で調べてきたんです。はい、あの文京区のね。海抜を調べるという授業を受けてきて、私もこの辺りがね。結構高台で安全な場所だと知りました。<laughs> はい、あのね。この辺りは江戸時代の藩主がですね。あの屋敷を建てて、その地にあの東京大学とかね。そういった病院です。とか、重要な拠点と。 ししたたんだなと思いました、はいまはちなみにね明ヶ谷駅は海抜2 7メートルということでこの辺りでは一番高い場所となっているようです。はいということで本郷山頂目駅見えてままいりました本日も動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。さようなら。